皆さんこんばんは。元美容部員の和田さんです。本日もお忙しい中ご来店いただきましてありがとうございます。今回はサムネイルにもありました通り、最近すっごく可愛い赤み眉メイクちょっとしていきたいと思います。今回はこちらの赤みブラウン、レッドブラウンを使ったこの色だからこそのこの形ということで、色味に合う形作りまで今日はお話しできればと思います。それではどうぞ最後まで楽しんでいってくださいませ。ということで、まずはですね、ベースメイクと私は今マスカラだけした状態なんですけれども、眉毛は一切何もしていない状態がこちらになります。描く前ですね。でささっとちょっと片側だけ、いつも通りの髪の毛の色に近い色で描いているアイブロウをちょっと仕上げたいと思います。今、私から見て右側がですね、こんな感じで、普段通りのアイブロウのワックスで描いた眉毛になります。すごいナチュラルで自然な印象に、見えるかなと思うんですけれども、こちら反対側をですね、今回はなんとですね、あの眉メイクで大人気のアンドピンさんから、新作で出ているこちらのダブルエンドアイブロウブラシと、あとはパレットアイブロウですね、こちらのレッドブラウンで赤み系の眉毛を、こちら反対側でちょっと作っていきます。普段の、眉毛とじゃあ一体どのぐらい印象が変わるのかとか、どういった見え方になるのかっていうのの、少しでもヒントになったら嬉しく思います。そしてですね、今回アンドビーさんなんとですね、あの筆ブランドで有名な熊野筆さんとのコラボということで、アイブロウブラシがですね、もうガクッ段に使いやすいタイプになっております。ダブルエンドになってまして、これ全然筆の質感が違うんですね。すごくこう柔らかくぼかせるタイプと、反対側は割と毛並みがすごくしっかりしているので、例えば眉毛のない部分に色を置くということは簡単にこちらのしっかりしている方でできて、反対側の柔らかな方で少しぼかしたりとか、色を移動させたりということが、この1本で完結できるようなアイブロウブラシになっております。すごく、便利ですよね。で今回使っていくのが、こちらの、アンドビーさんの新作のパレットアイブロウのレッドブラウンなんですけれども、最近私もすごく赤み眉が可愛いなと思っているので、こちらのレッドブラウンを今回は選ばせていただきました。アンドビーさんでも、他に、オレンジブラウンっていうカラーもございますし、もちろん他のメーカーさんでも、赤み系とかオレンジ系、一般的にはカラーアイブロウでしたら赤み系とか、オレンジ系が多いかなと思いますので、皆さん好みに合わせてぜひ普段の、眉毛にね、足してみるのもすごくねおすすめです。で今回もしご自宅にパレットとしてのカラーアイブロウをお持ちでないよという方もいらっしゃると思うんですね。そういった場合、私が自宅で、こういったアイテムがない時に、やっていた方法が、普段のこういったアイブロウワックス、こちらの普通に描いた上にですね、ご自宅にお持ちの例えば赤み系とか、オレンジ系のアイシャドウパレット、マルチ系のパレット一つお持ちだとすごく便利かなと思います。アンドビーさんのアイブロウパレットがもうミラーもですね、ちょうど正面を向いた時にきちんとこうやって両眉がね見えるようになってる、この感じすごくないですか。こうやって鏡で見ながら描けるんですよね。意外とこういったカラー系が入っているアイブロウパレットの一番こうナチュラルに見える使い方ってなかなか難しいなと私も思っていまして、でちょっと今回はその私が普段ねやっているナチュラルに見えるけれどもちょっと色味もあって可愛らしい赤み眉毛をちょっと作っていく方法っていうのを実際にやっていきたいと思います。じゃあまず早速ねちょっとやっていきたいと思います。今回のアンドビーさんのアイブロウパレットに関してはですね、お下地と、土台カラー、そしてデザインカラー、この3色が入ったセットになるんですね。カラー展開が全2色ございまして、2200円です。比較的本当に取りやすいかなとは、思います。他のブランドさんと違うところが、こちらのやっぱ土台のワックスがしっかり入ってるというところですね。でこのワックスから、使っていきたいと思います。
アイブロウを描くときに、使っていく筆なんですけれども、今から、描いていくのはどちらかというと色味ではなくて形自体を作りたいんです。ないところに、色を足していきたい。そのためにはですね、その地肌にぴったりと色をつけてほしいんですよね。いわばお粉をのせる前の接着剤みたいなイメージです。それをこう下地ワックスっていうものがセットになっているので、筆は少しコシのあるちょっと硬い方、しっかりと乗る方でまず下地ワックスから全体に乗せていきます。どこに使うかって言ったら、今お話ししたようにこう全体ではなくてまずは形です。なので左右比べた時にここの眉毛が足りないなっていう部分に、エッジの効いた筆でこのラインを使って、眉毛自体のこうなんか外側のラインを出していくっていうイメージですね。下地をやってあげるとですね、次に使っていくパウダーっていうのがしっかりと理想通りに乗るので、結構ねやっぱ重要かなって思います。はい、で眉尻なんかもですね、やっぱここって理想の眉ラインになるには、長さ足したり太さ足したり、結構眉尻って重要なので、この時点でここには毛が欲しいなっていう部分にしっかり下地を乗せておくと、しっかり、この後色が乗っていきます。次もまだですね、土台形を作っていく段階で、今作った下地の上に色を乗せていきます。毎回こちらのちょっと、固めの筆を使って、次は土台カラーですね、こちらを乗せていきます。で乗せる場所は今下地をつけた場所です。あくまでも一番最後にデザインカラーはふわっと乗せるのがナチュラルに仕上げる私の法則でございますので、ステップ2までは基本的には形を整えるっていうところに注力していきます。はい、わーかわいい。私実はですね、1回目ね下地なしでやってみたんだけれども、全然違う。下地重要です皆さん。これこんな感じで、分かります？下地をちゃんと乗せたから毛がない部分にも色がしっかり入るんですよ。わ、素晴らしいし、すごくやっぱり柔らかい印象になりますね。もうすでに私こっちのカラー眉の方が好きかもしれない。いやでもこの筆で描くと、このパレットがいいのかもしれないんですけど、スクリューブラシ一切使ってなくても綺麗です。柔らかい。で最後にこちらのカラーシャドウを乗せていくんですけれども、使っていく筆はようやくここで柔らかな筆を使っていきます。あくまでも形が足りないところに乗せるのではなくて、眉毛全体に色を入れていく感覚ですね。ここでなんかこうふわっと地肌全体に入れていく感じです。これ眉尻からもちろんやっても大丈夫ですし、眉頭からでもね、そんなにこう柔らかい方の筆ならつきすぎることはないと思うんですけれども、かわいい。なるべくやっぱり眉頭に関してはこの柔らかな筆の方、もしくはスクリューブラシで内側に色をぼかすようにしてあげるといいと思います。かわいい、やっぱり。はい、ということでこんな感じで仕上がりました。やっぱり印象って全然変わってくると思うんですね。眉毛の色、そして形で全くお顔の印象、そして今マスクもしているので変わってくると思います。今回私が作ったレッド系のブラウンでもし眉毛を描くのであれば、私だったらアーチっぽく作りますっていうことだけちょっとお伝えしておきます。こちらの私が普段ね使っているダークブラウンであれば、結構ラインをスッと取ってかっこいい目の眉がこの色と相性はいいかなと思うんですが、こういったね赤み系のブラウンだとやっぱりふんわり柔らかな女性らしさっていうのがすごく相性がいいかなと思うので、その眉毛を作るためにはこの土台のカラーをなるべくこのちょうど正面見た時の黒目の上、このトップの高さをちょっと高くしてあげる、気持ち眉頭よりも高くしてあげる感じです。そうすると伝わりますかね。スッとしたイメージとこちらふんわりしたイメージになりますよね。やっぱり色と形セットで表現する印象ってすごくあると思うので、少しでも皆さんのね、アイブロウのメイクのヒントになると嬉しく思います。はい、すごいいい感じ、こんな感じです。はい、ということで、最後ですね、両方とも&Bのレッドブラウンで、眉メイクをして、最後ですね、こちらの新作のリップもちょっとつけさせていただきました。ガーネットブラウン、急にリップとアイブロウの色味が揃うと顔が&Bっぽくなった。強いこれ。
リップとアイブロウ、このトーンをちょっと揃えてあげるっていうのは特に、カラー眉毛するときにすごく重要かなと思うので、例えばオレンジ系のブラウン眉毛を作った場合は、リップもちょっとオレンジ系にしてあげるとか、今回みたいな赤系であればちょっと赤みを足してあげる、まあ、こういった方法も、すごく馴染む秘訣なのかなと思います。それでは、本日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました。今日久しぶりにこちらのシャツをね、クリーニングから戻ってきて久々に来たんですけれども、なんかちょっと背筋がシャンとした気分になりましたというただの報告でございます。ということで、また次の動画でお会いいたしましょう。またのご来店を心よりお待ちいたしております。